よっこいしょと。こんにちは、しれぼくです。今回はご報告がありまして、なんと、とうとうしれぼくが、テレビに出ました。シャコラ、やってやったぞ、おのわ。パチ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 。ということで今回は、地上波に出たよの報告動画です。で、どの番組に出たかというと、TBS の、ニュースの全力メイキングという番組に出ました。出た時の映像はこんな感じ。ほら、ここにちゃんと名前書いてある。まあ、出たというよりは映像を使ってもらったという方が正しいけどね。いや、みんなのおかげでここまで来れました。ありがとねー。で、今回はこれだけじゃないです。この間のアンケートで、ゲーム実況や動画編集をしてみたいという人が多かったので、実際に僕がいつもどのように動画を作っているか紹介していくねー。ということで今回は、僕がいつも使っている動画編集ソフト、フィモーラさんの案件動画になりまーす。じゃまあ、早速やっていこう。まずはゲーム実況は、撮影をしなきゃなんだけど、動画編集ソフト、フィモーラだと撮影も簡単にできちゃいます。ここのタブを開いて、録画ボタンをポチッと押すと、設定画面が出てくるから、あとは赤いボタンを押すと録画開始だよー。で、いつも通りリフォトナをプレイします。僕の場合はプレイ中に大体動画のストーリーやオチも考えちゃうかなー。そしてプレイし終わったら録画を停止。停止したら今撮った動画がここに出てくるから、ドラッグ&ドロップでこっちに移して、で、いらないとこをカットしたら、とりあえず映像は出来上がりだよー。簡単でしょ。次にしれ僕の声、機械音声のこの声を作っていきまーす。そうそう、この声も、フィモーラの機能で作れちゃうの便利。ここにテキストをドロップしたら、喋らせたい言葉を入れていきます。本でここの、テキスト読み上げ機能をクリックすると、いろんな機械音声が使えるようになってるんだよ。僕の声は、ボブちゃんを使って作ってます。試しにやってみるね。というわけで今回はオンリーアップをやっていくよー。こんな感じで声も簡単に作れちゃいます。声を作るときに意識してるのは結構早口で言うことと、できるだけ短い言葉で状況を説明すること、あとはテンポ感や、ま、も意識して作ってるよー。ここだけの話、ゆっくり実況の酒桜さんやキヨさんの動画めっちゃ見て勉強しましたー。そうそう、作ったテロップは簡単に文字の色や太さを変えたり、アニメーションをつけたりできるんだよー。アニメーションの種類もめっちゃあって、これほんとマジで便利ー。映像と声が作れたら、最後に BGM と効果音を入れていくよー。普通は効果音や BGM を入れようと思ったら、別のサイトから素材をダウンロードしなくちゃいけないんだけどー。フィモーラはこのオーディオの中に、素材が最初から用意されてるんだぜ。便利ー。どんなのがあるか、見ていきましょう。こういう普通の効果音から、海外系の効果音まで。No! God, please! Oh my God! What? 結構揃ってたりします。次は BGM。BGM も結構あるんだよ。てな感じでいっぱいあるのよ。しれ僕は先日、曲をリリースしたから自分の曲を使ってるけど、これから始める人はフィモーラの曲使ってみてね。で、これ以外にもフィモーラにはたくさんの素材があります。例えばこんな、バーサスの素材とかもあって、背景消すと簡単に使えるんだよ。誰かと対決するときに使えそう。他にはこういう、爆発素材もあって、爆発の音素材と組み合わせると、こんな演出も秒で作れます。ゲーム実況では使わないかもだけど、こういった綺麗な景色の動画素材や映画や Vlog みたいなかっこいい文字が作れるタイトルテキストや見栄えが良くなるエフェクトやステッカーなんかもめっちゃ揃ってるんだよ。試しにしれ僕のドラマを作ってみました。やりすぎは良くない。でもこれ作るのに10分かからないからね。素材が揃ってるのはめっちゃ楽だよね。フィモーラのいいところ、実はまだまだあります。ここ最近話題の AI ですが、フィモーラにはなんと AI の機能もあるんです。まずは動画生成機能。ここに文字を打ち込んで、森の中を歩いている熊のロボットがリンゴを食べようとするけど、歯がないことに気づいて、泣く。そして下の、文章から動画を生成を押すと、森の中を歩いている熊のロボットがリンゴを食べようとするけど、歯がないことに気づいて泣く。こんな感じで、文章を元にして動画と音声を作ってくれるよう。今のはしれ僕の文章が独特すぎて難しかったけど、簡単な文章なら結構忠実に動画にしてくれます。かわいい猫。
こんな感じでね、動画が作れるのもえぐいけど、実は音楽を作ることもできます。この AI 音楽のタブからスタートを押すと、音楽制作の画面になります。曲のムードがいろいろ選べて、音楽の長さや1回で何曲作るかも選べるよ。試しにムードはハッピーで1分半の曲を2曲作ってみます。お、できてきたできてきた。まず一つ目を聞いてみよう。普通にいい曲でビビる。もう一個の方はどうだろう。こっちも悪くないねー。ってな感じで、自分のオリジナル曲が簡単に作れちゃう AI 音楽ジェネレーターでした。フィモーラにはこれ以外にもめっちゃたくさんの機能があって、ぶっちゃけ僕も使い切れてないくらいなんだけど、そんな時に役に立つのが AI コパイロット。コパイロットちゃんにやりたいことを聞いてみると、オリジナルの音楽を作りたーいと。おお、考えてる考えてる。答えてくれてる。こんな感じで、やりたいことを伝えると、フィモーラのどの機能を使えばいいか教えてくれるよ。質問によっては、そのままクリックするだけで追加できるようになってるから超便利。今回は PC 版のフィモーラを紹介したけど、実はスマホアプリでもフィモーラは使えまーす。フィモーラがいいなと思った人は、概要欄からチェックしてみてねー。